教えて響さんのコーナー。本日の質問は、はい、今まで異性から受けたアプローチで衝撃的だったものはありますかということでした。わかりました。毎回思うんですけど、どん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 女王という質問からかけられたものになってますね。そうですね、はい、一個人としてやっぱり響さんに聞きたいことが皆さんあるんじゃないですかね。なるほどね。つい先日ですね、SM は好きじゃないけど響さんが大好きですってっていうコメントかなんかをもらっていて、男性か女性かが分からなかったんですけど、それはそれで普通にまあ嬉しいかなって思ったけど、私のことちゃんと女王様だって分かってますかね。なんかね、はい、話ちょっと脱線しちゃうんですけど、まあうちのアゲちゃんいるじゃないですか。アゲちゃんのそのファンの方っていうか奴隷さんってすごくできていて、こうコロナの時期だからこう自粛でね外出れないでしょ。からそれこそなんかもうプレイがねキャンセルになっても、まあ、キャンセル料じゃないけど、まあ、取っといてくださいみたいなっていう感じなんですよね。かたや私外国の奴隷からいつメールが来て、こんなコロナですごい大変なんだ、僕にいくらでもいい寄付をしてくれてっていうペーパルアカウントが送られてきたんですか。送られてきて、いやーなんか運命の差っていうか、うん、これが私かみたいな。マダムじゃないよみたいな。シャトーとか持ってるわけじゃないよみたいな。いやー完全にね、どこかの大富豪ですよね。確かそうそう、国の女王じゃなくて、なんだろうね、その S とか M の世界の女王様なんで、確かに女の王様です。だからいい女になりたいね、もうこの何でもこのエキスパート、性に対してもこの何だろう、私生活所作に対してもエキスパートになりたいっていうのはあるけど、国は持ってない。そうっていうことで、ちょっと変わった方からのアプローチももちろん多いんですけど、意外にそんなに何だろう、アプローチってその付き合ってくださいですよね、きっと意味って。とかまあどれだけ自分が響さんのことを思ってるんですとかっていうアプローチとか、もうそういうのもそうだけど、そうですね、まず付き合ってくださいとかってっていうのはあんまないんですよね、うんうん、でただ例えばそのお誕生日だったりとか、なんとかそのそれこそ僕の気持ちをこう示すよみたいな感じでこうプレゼントとかこういただくってよくあるじゃないですか。そのお花をもらったり、それこそ100本のバラをねこうもらったんだとかっていうのはよく聞くんですけど、私の場合はご自身のその人自身のものをいただくというか、まずお誕生日にいただいたびっくりするものが爪。爪爪がこの元からねボロって取れた爪水虫なんですけど、あ、その方が、その方が爪水虫だったんですよ、うん、そう菌に詳しいんで私は。で足の爪がね、この爪がこの水虫になると、この根元から鱗みたいにこういう風にギュッとこう分厚くなって、それこそ付け爪みたいに元からボロって取れるんですよ。へー。でそれをこのなんだろう、まあこうレアだぞじゃないけど、俺自身だと思って取っといてくれって言われて、びっくりしすぎて拒絶できなくて、ほらノーって言わない女王様だから、はい、でありがとうって言って、私はそこからなんかでもな、自分自身の一部だし、きっとこの人にも強い思いがあったのかなと思って、スワロフスキーからピルケースを自分で買いまして、その中に、
って置いたので、あの大切にこの中入れといたよって言ってで行ったの。たらちょっとね、そのなんか私のその表現がちょっと優しすぎたのかな、あの翌年は歯くれました歯もらっちゃって、うん、絶句です。でしょ。でもね、その後続きがあって、ある時あの歯あで、あのまたね、あの色違い の, あ の, そのピルケースをね、スワロフスキーから買って入れといたんですよ。でそしたらある時その彼から、あの歯持ってるって言うから、あちゃんと持ってるよって、返してくれって言われて、誕生日プレゼントを返してくれですか。えってなんでって言ったら、歯つけるんだよって言われて、で歯ってつくんだって、うん、うん、でびっくりしたことがありますね。うん、で歯は返したんですけど、その時に言われたのが、でもあの骨拾うのはお前だからなって言われた時に、結婚もしてないし、そんな長い付き合いしてないよねってで思ったけど、まあ、それがまずあの衝撃的な、まあ、ストーリーの一つかなっていうのがあって、これ日本人の方ね。外人の人からもまあまあそれ系いただくんですよね。感覚日本人と変わらないんですね。世界共通で、あのうん、なんかそういう人が来るのかな、熱い思いっていうか。で、あのある日あのお家に手紙が届いて、熱烈な、でも熱烈な手紙をずっとよこしてくれてた人なんですけど、ある日それまた届いて、ちょっとなんかあの封筒分厚いなと思って、なんだろうと思って、でいつもお庭に生えてるあの花を押し花にして一ついつも入れてくださる、この外人さんチックななんかのサービスね、うん、だったので、花か何かかなみたいな感じで開けたら、うん、ガサッて髪の毛出てきてうわーおって思って、で平気みたいな、届いたかいみたいな、だから What's up みたいな、届いたけどみたいな、届いたよって言ってたら、君の髪の毛も送り返してくれるって言われてうっそみたいな、一束でいいんだって言って言われて、一束かって言って、これ束って言われても、束切っちゃうと髪が立てんですよねうーんって、今度美容院に行った時でいいかなって言って、で行って、でまあ美容院行ったんだけど、そういう時、ま、すっかり忘れてて、で何してるのって言うから、あ今ね美容院で、言ったら、髪の毛絶対に忘れないでって言われて、慌てて美容師の人に、すいません、あの床の髪の毛少しだけ私にあの分けてください、捨てないでって言ってで言われたことはあるかな、うん、そういうものをいただくことはあるんですよ、ね、とか、あとはあのこうなんだろう、それこそ奴隷さんとかで勝手に私の似顔絵をケツにあの入れ墨で彫るとかね尻に敷いてるじゃないですかしかも私裸なんですよ勝手に、そう、響き様を入れましたって言われて、うんって言って、でお尻見ると、あの裸ででっかいあのチッにあのまたがってロケットのように、うん、でいる私がいるんですよ。でこう私さ、裸じゃんね、いや申し訳ございません、しかもさ尻じゃんって、お前毎回私のこと尻に敷いてるわけ、気づきませんでした申し訳ございませんって言って言ったけど、まあそんな感じな人ばかりですね。あの激しく好意を寄せて来られたりとかってするのは、うん、衝撃的ですね。逆に私はそのなんだろう、私はびっくりさせるの好きなので、そのまあ男性に限らず女性とか、その尊敬していらっしゃる方とかに100本のバラとかっていうのをよく送ったりとかするんですよ、ね、
ちゃんとそういうふうに示してるんだよ。なのに与えられるものはね、あの歯とか爪とか髪とか、多分そのうちいつかなんか遺言書かなんかに、俺が死んだらここの住所に送ってくれとかって言って骨が送られてくるんじゃないかなみたいな。そうですね。でもそうしたらね、ノーって言えないストレスだから。だってありがとうっていうのももちろんもう死んじゃってるから言えないかもしれないけど、そこらへん怖いな。だから骨はいらないからねって強く言っといてくださいね。骨はいらない。あと あの瓶にあのスッチ詰めて送らないで。きっとピーだけど、ダメ。今日も頑張ってね。ねえ、頑張ってね。はい、じゃあほらみんなね、ほらチャンネル登録もよろしくお願いします。